2018年3月27日に行われる女子高生ミスコン決勝に向けて、日本一可愛い女子高生を決めるための強化合宿が行われていた。参加者は最終審査に進む8名。3月27日、最終審査に向かって走り出す彼女たちの軌跡をお届けいたします。君に会えるカレンダーに。ファイナル審査で使われる課題曲、レッスン前に練習をするザワコとナナチャラ。事前に送ってあったこの曲を使って、今日は初めてのボーカルレッスン。曲名はフルハウス、直訳すると満員の劇場という意味を持ちます。振り付きで歌ってもらえると、もうちょっと歌割りを出さなきゃいけないっていう話をもらってる。そして実は今回この課題曲を使ってミュージックビデオ撮影が決定。3月半ばに撮影を予定しており、ファイナル審査より半月以上も早く仕上げていくことが求められます。まずは曲を何回か流しながら各自で確認。その後、一人ずつ先生に今の状態を見てもらうことに。はい、大丈夫かな。先生、誰からでも。先生のチェック。まずはナナチャラから。頑張ってナナチャラ。
差が結構出たかなと印象でした。この前の初回である程度想像をつけてきたんですけど、その中でも伸びてきた子は伸びてきたし、ダメだなって思う子はダメでした。個人練習の差と、あとどのぐらい聞いてるかですね。聞き込んでないなっていう子はそれが結構如実に出た感じ。